い、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、やってまいりました、年に一度恒例の福袋企画でございます。イエーイ。というわけで今年も福袋を紹介していきたいと思います。今年もですね、去年に引き続きマージーとスライの福袋を購入したので、それをね紹介していこうと思うんですけれども、まずはマージーの方から紹介していこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、そんなマージーの福袋、じゃじゃん、こちらでございます。去年もね、このバッグの色違いだったかな。で、去年がちょっとベージュっぽい感じだったんですけど、今年はカーキの福袋になっていました。ということで早速開けていきましょう。ちなみに私今回サイズ M サイズで、お値段が1万1000円の福袋でございます。うわドキドキする、久しぶりだ。開封していきます。ではオープン。じゃーん、じゃん、こんな感じでございます。結構入ってますね。あ、でもなんかブラウン系が多いな。ブラウン系が多いかもしれない。よし、じゃあ早速1個ずつ見ていきましょう。で、毎年これお値段もね、全部のお値段計算していこうと思います。ではまず1着目、じゃじゃん、こちら。これは何でしょうか。結構薄めですね。夏っぽい感じの素材。こちら、じゃん、おお、シャツ、シャツですかね。これはなんか素材がすごい、これすごいサラッとしてて、なんだ、春夏とかに良さそうなシャツですね。結構オーバーサイズな感じのシャツかな。これは普通になんか羽織とかで使えそう。トップスとしても使えるし、羽織でも使えるし、オープンカラーのシャツですね。長袖のシャツでございます。これはカラーがブラックですね。横にこんな感じでスリットが入ってて、ブラックなんですけど、ちょっとチャコールっぽい感じのブラックで、若干色は薄めな感じですね。普通にパッて羽織るときに良さそうなシャツが入っておりました。これが7980円プラス税でございます。すごいシンプルで使いやすそうなシャツ。では続いて2つ目が、じゃじゃん、お、ブラウンですね。トップスかな。じゃん、あ、ワンピースだ。じゃじゃーん、こんな感じでーす。サテンのワンピース、ブラウンのワンピースです。これなんかあれですね、ちょっといいところというか、ちゃんとしたところとかに着ていけそうな感じの上品なワンピース、サテンの。これもなんかまあ使えそうっちゃ使えそうな気がする。このフロントのところもすごい可愛いですね。で、後ろはチャックになってて、で、袖がちょっとふわっとした感じのブラウスっぽい感じの袖になってて、でワンピースだけど結構こうストンと落ちるような形だと思うので、そんなに可愛すぎなくて、これもまあ着やすそうかなって思います。このボタンが可愛い、こんな感じになってて、まあ、私あんまり普段こういうの着ないですけど、そのさっき言ったみたいにちょっとかしこまった感じっていうか、綺麗めな感じの時とかには着れそうかなって思います。こちらの値段が1万800円プラス税でございます。では続きまして3つ目が、じゃじゃん、こちら、お、なんだこれは。じゃじゃーん、あ、これもなんかすごい長い丈だったトップスじゃなかったみたい。これはガウンみたいなことかな。羽織か、ロングガウン的な。ロングガウンね。でももうちょっと私丈が欲しかったな。だったらちょっと中途半端な丈な気がするから。これも生地がすごい柔らかくって、これもなんか部屋着っぽい感じなのかな。部屋着として着ても良さそうな感じの、着心地はすごく良さそうなガウンですね。色合いもとても絶妙なアイボリーカラーになっております。これも私はあんまり普段は着ないような感じですが、こんな感じの洋服も入っておりました。こちらのお値段が7980円でございます。続きまして4つ目が、じゃじゃん、こちら、おっと、なんだこれは。なんかあれですね、マージーの中でもちょっとナチュラル系というか可愛い系な感じの洋服が多いかも。こんな感じ、じゃん、これはニットかな、編み編みになったニット。あ、でもまあなんかこれは着れそうかな。なんかちょっと一歩間違えたらおばあちゃんみたいな感じになってしまいそうですが、うまく着こなせば可愛い気がします。この色もすごい落ち着いたカラーで、なんかデニムとかにも合いますし、カジュアルダウンさせて着てあげたりとかすれば割と可愛く着れそうかな。結構薄めのサマーニットって感じですね。春とかすごい良さそう。これにちょっとボーイズライクなダメージが入ったデニムとか合わせてあげても可愛い気がします。袖もこれまた可愛くなってて、こんな感じでボタンがねついてて、ここが可愛い。丈感もちょっとショートっぽい感じの丈感なので、なんかハイウエストのパンツとかと合わせればすごいバランスよく着られそうな気がします。袖もしっかりと長さがあって、ゆるっと着れる感じですね。こちらのお値段が5980円でございます。では続きまして5つ目が、じゃじゃん、すごい本当にブラウンばっかり、めっちゃブラウン。じゃん、こち
らでございます。おっと、これはこれもワンピースかな。ベージュのワンピース、半袖のワンピースですかね。で、これが紐がついてきました。ウエストマークするのかな、これで。こんな感じの T シャツワンピですね。普通に夏に着れそうな、結構生地は薄めなのですごくサラッとしてて、夏はこれ1枚で涼しく着られそうかなっていう気がします。首元結構広く開いてますね。で、裾のところにはスリットも入っております。シンプルなワンピースだけど、このセンターのところに切り返しというか縫い目が真ん中にバーって入ってるので、シンプルすぎない感じで、ちょっとこれがアクセントになって、ここが可愛いですね。こちらの値段が6280円でございます。では続きまして6個目がじゃじゃん、こちら。これは何でしょうか。カットソー。あ、なんかすごい。これはどういう感じどういう感じだ。なんかベルトがついてる。後ろ前後ろでベルトをするのかな。え、どういう感じ、どういう感じだろう、これ。スカーフじゃないよ。どうやってやるんだ、これは。一体着がないとこれ分かんないですね。どうやって着ればいいんだろう。飾りなのかな。ただ結構重たいから、なんか襟がピッてなっちゃいそうだけど、どうしたらいいんだろう。飾り、わかんないわかんない、誰か教えてください誰かこの着方を教えてください。どうやって着るんだ。この肩のところにリボンがついてるので、スカーフみたいな感じなのかな、こうやって。難しいですけど、半袖のカットソー T シャツでございます。これはアイボリーですね。ホワイトのカットソー、まあシンプルなので、これにデニムとか合わせたら普通に可愛い気がします。結構ほんとサラッとした T シャツです。でもこれだけ本当に気になる、どうやって着るんだろうこちらのお値段が4950円でございます。まだねありますよ。続きまして7個目がじゃじゃん、こちら。あっ、なんか懐かしいなんか懐かしいな。こういうの一時期流行りましたよね。シュプリーム的な、シュプリーム的な感じのやつ流行りましたよね。なるほどね、これが入ってるんだ。なんとも言えない、私は見てないかなただの赤のパーカーとかだったら可愛かったんですけど、ちょっとここがやっぱり一昔前感が出る気がするので、これはちょっと私は着ないかな。パーカーですね。結構生地も軽めな感じのパーカーでございます。これデザインなかったら普通に着たかもなちょっと何とも言えないですけど、こちらの値段が5980円でございます。では続きまして8個目がじゃじゃん、これは何だろう。でもペイズリー柄で色も可愛い。じゃん、スカートかな。これはここに来て初めてのボトムス、スカートですかね。あ、でもこれはなんか使えそうな気がする。ピスタチオとマスタードの間みたいな感じのカラーです。これはなんか普通に T シャツとかに合わせても可愛く着れるんじゃないでしょうか。ロングスカートですね。結構生地がたっぷり使われてるんですけど、ストンと落ちる感じなので、シルエットとかはすごく綺麗に見えそうかなって。体型カバーとかもできそうな感じのスカートですね。ウエストはこっちがチャックになっていて、後ろがゴムでできております。こちらの値段が8800円でございます。では続きまして9個目かな、ちょっと自信なくなってきた、というかな。9個目がじゃじゃん、こちら。おー、バンダナかな、こんな感じのバンダナ。お、すごい、めっちゃ透けてるすっけすけのバンダナスカーフでございます。まあなんかこれは普通に使えそうな気がする。なんか結構こういうスカーフとかって福袋にすごい入ってるイメージあります。私なんか私の想像とはちょっと違った感じのマウジーでした。こちらの値段が2980円でございます。では続きましてラストかな、見る限りラストです。ラストがじゃじゃん、こちら。なんとシューズが入ってました。シューズね、私これ M サイズなんですけど買ったの、 M は入んないんだよななんかね、今まで私あんまりシューズが福袋に入ってたことがなくって、たまにあるじゃないですか、靴が入ってる福袋も。でも今まであんまり入ってなかったので大丈夫かなと思ったんですけど、今回入ってましたね靴。これ M サイズ私は履けないかな、ちょっとちっちゃそうだから履けないけど、でもなんかすごい可愛いサンダルが入ってました。これでも普通に使えそうじゃないですか。入らないものが一番使えそうっていう、悲しい。これはまあなんか兄弟とかにあげようかな。多分履ける方だったらこれが一番メインになるんじゃないですかねっていう感じですよね、見る限り。もうないので、ちょっと残念。自分が買ったんですけど、 L だったらもしかしたらまだ入ったかもな。 M はちょっとサンダルだからもいけなくもないかもしれないですけど、こちらの値段が1万800円でございます。はい、ということでマージーの今年の福袋以上でございます。いやー、なんかそうですね、私の想像するマージーとはちょっと違った感じもします。
です正直。ちょっと可愛い系とかナチュラル系のものが多かったので、もうちょっとカジュアルなものとかが入っていたら嬉しかったなという感じもします。まあ、私的に今回の福袋はちょっと外れだったかな。ただこの靴は可愛いなって思ったし、あとまあ何個か何着か着れそうなものもあったんですけど、やっぱり福袋なのでそりゃそうだとは思うんですが、もう少しなんか今季のアイテムっぽいものが1着でも入っていたら嬉しかったかなっていう感じですかね。全体的に生地も薄めだったりとかするので、合計で見た時点数的にはすごいお得だとは思うんですけど、中身がもう少しなんか可愛いっていうものがあったらよかったなっていう感じはしました。はい、というわけでじゃあ最後全部の合計金額を発表したいと思います。全部の合計が 78,408 円でございます。いやー、でも本当に1万1000円の福袋なので、本当値段的には申し分なしでめちゃくちゃお得な福袋だと思います。去年も確かね、結構入ってましたよね。マージーの福袋。なので私的にはやっぱ質より量なのかなっていう気がしました。で、あとまあ全体的にちょっとブラウン系なものが多かったりとかして、全部の福袋がこんな感じかわかんないんですけど、なんか今年の福袋、今年のマージーの福袋はちょっとそういったナチュラル系とかが多いのかなっていう感じでしたかね。よく言えばね、マージーって言ったらデニムだと思うので、デニムとかの商品が入っていたら嬉しかったなっていう感じもあるかなと思います。はい、というわけで第1弾マージの福袋こんな感じでございました。次回トライの方も開封していきますので、よかったらぜひそちらも見てみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。